花尾由郎の音楽魂。It's alright, it's alright, it's alright. 回り出したレコードから聞こえる Your lullaby 寄り添う二人だから心が ということでですね、あの1曲目はちょっとこれ僕の昔のね、あのいいモーターズっていうバンドをやってた時のこれトクモジャパンの頃ね、いやかっこいいですよね、かっこいいですね、いやいやいや声が出る ね、若い、もうね、声が若いです、まだウイウイしいよねいやこんなに汚れてしまいましたかな吉野ですけど、ね、これはタイトルはこれはね、ハッピークリスマス、ハッピークリスマスっていうね、うん、タイトルで、はいはい、これはそうなんですよね、レコードなんだよね、多分そう、まだアナログ版だったかな、この時はね、もうアナログ版とあの CD を2つ作ったのね、ちょうど狭間だったんで、そういう時代あったね、うん、その前、はい、エピックの頃はね、もうアナログしかなかったんで、世の中にこれはね、両方作りましたね、
うん、だから結構大変だったかもしれない。なんか新鮮でした。でもあ、そうですか、ありがとうございます。40年近く前だよね。あ、どうもどうも、あのちょっとママ今こっち回って入ってきてなんかいろんな人がね、あの、いや、あの見えるんですけど、まあ今までこう結構ね、まあ、あの中になかなか入ることできなかったので、オリジナルのクリスマスソングあるのいいよね。いいね、毎年一回やっぱり歌うべきですよ。うん、あ、これ？これなんで隠してたんですか？いやいや、ライブやってたのに。声がちょっと出ないんじゃない？いやいや、いやまだ出るでしょ。出るでしょ。あ、そうね。うん、あの出ると思いますよ。今日あの、ね、カンタビレのママもちょっとなんかご挨拶に来ていただいたので、あのカフェカンタビレ、このあの冒頭でね CM 流してますけどもですね。はい。あの、まあ、じゃあこれは、あ、嘘嘘。もう行きます？あら、忙しい。あ、そうかそうか、忙しいね。また今回はいろいろイベントとかも中止になっちゃったのでね。少し藤駅でね、お祭りもなくなっちゃったんですね。いつもカンタービレのママがいろいろね、やってくださってましたけどもですね。ということで1曲目、モーターズロングディスタンスの中からハッピークリスマスをお届けしました。今日は今年最後の放送ということになりますね。そうですね。ね、いろいろお世話になりました。お世話になりました。動画の木さんもね、ありがとうございました。なんかね、今日は九十九里の方からお客様一人。そうですね。うん、はい。桜田君紹介して。はい。うん、いつも応援してくれてるももちゃん。ああ、ももちゃん。はい。どうもね、いつもね、ありがとうございます。なかなかね、お客様この中にね、お年するっていうこともできなくて、今まだまだちょっとね、今こそっと、うん、こそこそしてるよね。まあでも、まあね、うん、まあ来年ですね。そんなに大人数じゃないとね、うん、大丈夫、まあいいかもしれないなと思いますけどもですね。じゃあお便りご紹介していただきましょうか。あら、これも、これあなた、ちょっと、なんで、え、これちょっと、うん、これはちょっと私、いいですか、うん、メリークリスマス。おいおい、メリークリスマス。1年間雨の日も風の日もコロナにもめげず楽しい放送をお送りいただき誠にありがとうございました。昨日は草加龍泉寺の湯でまったりとした私です。龍泉寺、龍泉寺の湯でまったりとした私、はいはいはい、お湯ですね、はい、実に素晴らしいお風呂でありました。今度みんなで行きましょう。竹の塚駅から送迎バスが出ております。そうなんだ。本年最後の締めくくりとしてリクエストは日の当たる坂道であります。そういった出演者の皆様、そしてリスナーの皆様、はいはい、良いお年をお迎えください。ありがとうございます。チャーリー佐藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は1年間ね、いろいろお世話になりました。はい、投げ銭をちょっと2万円いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ本当に換金したいですね。いつか投げ銭今流行ってるでしょ、配信とか。あ、今日から、ね、あれは本物の、ね、本物のやつだからね。でもやりますか、ここでも。ここで、ここやりますか。時代に変わんね、乗らないとね。うん、そう、チャーリーさんありがとうございます。ありがとうございます。ね。投げ銭 FM。投げ銭 FM。うん、これ投げ銭 FM だから、ずっとやってる。あ、それはほら、ね。うん。花尾芳郎さん変えられない投げ銭 FM オン中だからね、うん、そうそう、それで、うん、ちょっと私ねメールをいただいたのでね、ほうほうほう、これちょっとね、いきますよ。どちらからですか。これはね、うん、サンフランシスコ、お、はいはいはい、斉藤師範です。あ、斉藤師範、音楽魂宛てメッセンジャーから失礼いたします。あ、ありがとうございます。花尾さん、としみさん、はい、桜田さん、キキさん、ハッピーホリデー。今年ありがとうございます。ハッピーホリデー。今年も、毎週楽しませてくれてありがとうございました。はい、私は10年ぶりにここ、うん、ベイエリアでの年末を過ごしています。ベイエリアね。サンフランシスコのベイエリアですね。横浜じゃないよね。そうです。横浜じゃない。そこじゃないです。横浜かと思ったけど。今年はお会いできなかった分、再会できる日の楽しみが大きく膨らんでいます。うん、リクエストは、はい、あなたからの贈り物をお願いします。でも今日歌いたい歌何でも OK です。はいはいはい、じっくりと聞かせていただきます。あ、それでは皆様良いお年、良い年末年始をお過ごしください。オッス、オッス、ありがとうございます。オッス、オッス、ありがとうございます。ね、サンフランシスコとかね、アトランタからもね聞いていただけて ね、ありがとうございます。じゃあ佐藤さんのリクエストをね、ま、ご紹介しましょうか。日の当たる坂道から。日の当たる坂道ですか。大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい。はい、
はい、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました日の当たる坂道というね歌でしたけども、もう今年1年というかもう1週間も早いし1年経つのもあっという間ですよね。なんかねめっちゃ早かったですね。早いですね、今年ね。なんか今年は本当早かったな、うん、なんかこうね。でもまあクリスマスもお正月もねなかなかこう盛り上がる雰囲気にはまだなってませんけども、なんかあんま12月っぽい感じしないよ ね、 しないよね。静かだからね。なんか街もねなんかいつもだとにぎにぎしいのにね、うんうん、忘年会もねないじゃないですか。あの忘年会も新年会もやっぱりこの状態だとなかなかね、うん、集まりにくいよね。やっちゃいけないことはないんだろうけど、うん、まあ少人数だったらね、うん、大人数はちょっともう今できないもんね。できないね、なかなかね。あのでもまあ皆さんサンタ様来ましたか。俺サンタクロースがさサンタクロース来ましたか。信じてたのはねあの幼稚園まで信じてた。信じてた信じてた。いや多分信じてんじゃない。あの要はその大人の事情が分かるようになってあなんだそうだったんだみたいな。あ皆さんさお坊ちゃまですね。できるだけ大きな靴下をさ俺枕元に置いてたもん。いやかわいい。その日だけ大きな靴下すごいかわいいですね。ずいぶんってきてそれで、いや信じてたからそしたらさ前もちょっと話したけどうちの兄が、うんお前の方にサンタクロースやる出るわけなかろうが来たなんて言われたけど出るっていうのがいいよね出る出るっていいよね。親父が仕事たいって言うわけよで寝たふりして薄目開けとってみって言うわけ、うんうん、で俺薄目開けて寝たふりしてたらさそのまま寝ちゃったんだよ。寝ちゃうよねそう俺も何回かチャレンジしたけど寝ちゃうよね。それでさもう崩れ落ちたねもうなんか可愛いですね皆さんね。いや信じてたもんなんかいると思ってさ、あ結構あれだよ男の子の方がそうだね。男の子の方が単純だ、ね、単純だからね。ね女の人は割と現実的だし、ちっちゃい頃からまあ一回ぐらい枕に置いたかもしれないけど、でもあんまりサンタさんとかいうのはなかったかな。なかった？あんまりね田舎すぎてなかったのかもね。あ本当。でもまあお友達の家でそのクリスマスパーティーみたいなね、うん、小学生の頃はやった気がしますね。あそうそうすごい。この間あのライブで一緒になった、うん、あのピアニストに聞いたんだけど、うん、サンタクロースの色って国によって違うんだってね。あそうなの決まってないの決まってないっていうかその赤になったのは、うん、なんかコカ・コーラの戦略で、あーそっかイメージみたいので、赤が定着したんだけど、あじゃあグリーンのなんか見たことある。ロシアがグリーンってどこだっけな。ロシアがグリーンってとかな、うん、ロシアがどっかの国がグリーンで、うんうん、グリーンだ、うん、グリーンは見たことある。どっかはシルバーだか青だか、へー国によって違うんだって。違うんだ本当に、うん、そうらしいですよ。あー本当、うん、まあ日本は広まるだからぴったりだよね。白と赤の方が、まあね、色的にはね色的に安心する。俺は大体さあの浄土宗とかなんでそこ言っちゃう、うん、それ言っちゃう。でもさちっちゃい頃いやでも幼稚園はあのカトリック系だったのよ。うちはお寺だったな、うん、あお寺が経営してる。だから昔はなんかまあいろいろあったよね、うん、あったよね、うん、でもなんか結局、うん、なんだっけその季節がこう一番日が短くなる時期じゃないですか、うん、そこで要は復活っていう意味があるんだって、うん、次また出だし、あの始まるみたいな、うん、そういう時期に設定されたお祭りみたいな感じで、ね、そう考えれば別に日本はね日本はそう、そういう考えでのうまく乗っかれたっていうか。日本はでも何でも商売に変えちゃうからね。そうなんだよねバレンタインデーって関係ないのねバレンタインデーのバレンタインデーのその先は何だっけ。ホワイトデーっていうのにはびっくりした、ね、お返しなんてあれ最近でしょ。最近っていうか最近最近後でできたんだよね。そう後からできたね、うん、どうしますかね。じゃあアトランタのアトランタのサンフランシスコのアトランタじゃなくて今日はサンフランシスコの斎藤師範斎藤師範竹内師範のねリクエストのお答えしましょう、はい、あなたからの贈り物を、長い坂道
傘を磨いて サンフランシスコのたけし斉藤さんからリクエストをねお答えしました、はい、あなたからの贈り物というね、はい、歌でしたけども、お便りなんかありましょうか、はいはい、今年最後のメールですね。今年も1年ミキさんありがとうございました。ミキさんありがとうございました。毎回毎週 ね本当に毎日毎日ね読めないねこともありましたけども、はしょったりして失礼しました、はい、今日は全部読ませていただきます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。寒いけど天気は悪くない博多です。うんうん、なんだか年末にかけて、うん、この間以上の寒波がやってくるらしいし怖いですね。先週の高子さんに浩二さん親子の回も素晴らしかったですね、うんうんうん、やっぱり心が伝わる音楽っていうのは響きますね、そして今週は今年最後の放送でありそしてそれがゲストなしの金尾魂金玉っていうのも嬉しいです、はい、しかしこのような年の瀬を迎えるなんて今年の初めには誰も思わなかったでしょうね、うん、個人的に今週に入って突然体調を崩し、うん、腸炎で苦しかったのですが、うん、やはりまずはウイルスのことを心配してしまいました、うん、今までと違い自分が苦しいだけでなく周りの人に迷惑をかけてしまう恐怖を感じるところも初めての感覚ですね、なのでやっぱりやるべきことはやってこないといけないなと思います。今はとにかく何もせずに眠る作戦で随分良くなってきています、うん、そう高熱出されてたんですよね。そうだから結構さ普通の風邪っていうかあれだけども、うん、普通のそういうのがこうなんか人に言いにくいよね。そうそう熱を出したらいいだけで、ね、だから病院もねそんなになんか行きにくいじゃん、ね、うん、まあコロナじゃなくてね、だからできるだけ早くやっぱ睡眠取るのと、うん、やっぱり早めにこう
栄養つけて睡眠取るとかね、うん、そういうのをすると熱もちょっと下がったりするんだよね、うん、ね。そんな中でもこの放送にはいつも元気づけていただき、ありがとう、本当に心から感謝しています、はい、ありがとうございます。カナオさんの年がいもない元気っぷり、うん、年がいもないってしゃーしいよまあこれは多分妖怪だと思うから参考にはならないけど爆笑。いや、本当にね、ちょっと体調崩したりとか、まあ年とともにね、体力も落ちるし、いろんなことはまあ衰えていくんだけども、うん、やっぱりその気持ちだよね、うん、気持ちがやっぱある以上はやっぱ気持ちを若く入れるじゃない、うん、それしかない。そしたらだんだん肉体もね元気になるのね、うん、笑ってたりとかさ、俺40年作り笑いしてたんだからさ、40年したらもうだんだん普通になってくるからね作り笑い、そうそう作り笑いもねそれいいよね、いいことだと思いますよ。としみさんのバランスをとっているかのような無駄な力が抜けた愛の手に歌声、マイペースの桜田さんの入り方に色気のあるギターには本当に調和っていうのはこういう三角形を言うんだって思わされています今年もありがとうございました。来年こそはこちらでもお三方のライブを体験したいです。あ、そうですね、行きたいですよね、三方の方もね行きたいですね。実はね、僕のリバーサイドマイホームタウンがね、ちょっとここで言わせていただけるんですけども、いただくんですけども、直方市のためにもう30年ぐらい前に作ったのね、うん、それでその市のイベントとかそういう時期でいろんなイベントがあるっていうかね、博多は博多であって、うん、博多確か武田さんが作ったんでね、それ、まあ、各 市とかのね歌が欲しいということで依頼が来て、その市役所の同期に勤めた同級生からね、それで持って行ったのよ、カセットテープを、うん、でリバーサルマイホームタウンをかけてもらってたんだけど、あと子供たちが歌ったビデオ、大人数で歌ってるビデオとか見てちょっと感動したんだけど、うん、それも時が経ってさ、いやこの頃になってやっとね、その直方市長がまた新しく変わったらしいんだけど、僕がその祭りでこうゲストで呼ばれて行ったことがあって、うん、炎の祭りってすごいでかい祭りがあるんだけど野外ので、その時にね、なんかスタッフとして仕事をしてたんだって、うん、でその時にそのリバーサイドを聞いて、うん、ずっと心にね残ってたみたいなのよ、うん、でそれをね毎日も、来年からかかるんだよね、直方市で。素晴らしいですね。1時間もかかるんだよ。嫌顔でもね覚えるよね1時間エンドレス、そうそう、昼間の時間帯1時間それだけよ。すごいっすね、すごいね。ノーマタシーでかかるようになったのよ。じゃあ来年あたりはあれじゃないですか、呼ばれんじゃないですか。そうですよ。え、どっかの時これで呼ばれる方おかしいよね、お祭りとかでこれで呼ばれる方はちょっと何だったのって感じになっちゃう、いやそれ毎日かかるってすごいよね。毎日1時間はすごい。ただそれはなんか淡々とね、その僕も知っときもないし、うん、やってて、例えば風の中で立て歌ってくれる人とか、うん、リバーサイドマイホームタウンでNHK ののど自慢に出た人もいるからね。おお、この前来た森さんね、坂川の方とか、そうそれで、あ、分かった、繋がった、ね、そうか、そうだからね、彼がそうだったんだ。そういうのをね、時間経っても結構なんていうかな、歌いやすいし、皆さんにこう歌っていただくのも、ね、ありがたいしね。あれはね、名曲だと思います。今回そういうね、でやっとなんかまたね、認めていただいたというかね、そう嬉しいよね。そうよ、ずっと残ってるっていうのは、ね、カセットテープの音しかな、音源しかなかったんで、向こうにいる友達に CD をぜひ渡しておいてくれって言ったらカセットテープの音源流してたんだよ。あ、昔の伸びちゃうね、伸びるね、そうちょっとチューニングがだんだん下がってきたりとか、スピードが落ちたりね。じゃあ続きね、なんだか、はいはい、来週の放送がないっていうのも感覚がつかめませんけど、うん、せっかくだからリスナーの方々も含めて英気を養って、うん、そうですね、再来週の新年スペシャルを楽しみますね。そうですね、リクエストはね、やはり今年のあの風に負けたくないので風の中で立てです。年末も変わらずなんで OK です。はい、何でも OK ってこと、はい、やることやって免疫も上げたつもりのオイラも体調崩したんで、うん、皆さんくれぐれも気をつけて元気でいましょう。そうだから改めてありがとうございました。良いお年を、うん、ありがとうございます。ミキさんも良いお年を、ありがとうございました、じゃあミキさんのリクエストいたしましょうか、風の中で立て、はい、
いつも通りさ、この街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か、つかの間に消える。
い、博多のミキさんのリクエストにお答えしました。1年間ありがとうございました。風の中で立てっていうね、歌をご紹介しました。はい、メール来てますか。はい、来てます。はい、メリークリスマス。今年最後の音楽魂、1年お疲れ様でした、はい、今年はコロナで大変だった。いつまで続くのやら、うん、コロナの影響で職を失ったり、お給料が減ったり、うんうん、生活苦の人も、人もただ、うん、国から助成金出ても足りないっていうのが現状でしょうね、うん、そんなみんなに向けてカナオさんのメリークリスマス聞きたいですね。皆さん本当にお疲れ様でした。来年も元気で、元気くださいね。清水佳代子さん、ありがとうございます。1曲目にね、メリークリスマスの、ハッピークリスマスか、ハッピークリスマス、お届けしました。はい、これもうちょっとね、時期が来たらバンドとかでやってみたいようなね。時期があって来年のですね。そうですね。1年リハすれば大丈夫だって。7年もしなくていいよ。そのうち飽きちゃう。リハ、ね、嫌いなんだから俺。嫌いなんだからね。でも、まあ、いろいろね、はい、してみます。はい、もう一ついただいてます。はいはい、清水佳代子さんね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。御殿場の情熱再生と申します。あ、情熱大陸じゃなくて情熱再生。あ、あれかな、あの人かな、かなおさん、松下さん、うん、撮影のキキさん、桜田さん、今年最後の放送は金玉ですね。はい、今年は世界規模で大変な1年となりました。はい、ですが個人的には再生の1年となりました。うん、1月に本牧に行った際に桜田さんとお会いして以降、さまざまな方のライブに足を向けることができました。はいはいはい、それだけでなく、かなおさん、松下さんともつながることができました。はいはい、音楽の力は生きていく上で大事な潤滑油です。うんうん、体も心も錆びつかないようにしたいものです。本当に皆様ありがとうございます。はいはいはい、来年もよろしく。リクエスト曲、筑豊ブルース。あー、来ました。ありがとうございます。すごいね、予言通りだね。すごいね、御殿場の方です。ありがとうございます。おそらくわかりますけども、ね、Kさんだよね、Kさん。いつもお世話になりました。お世話になりました、本当にね。ということでリクエストお答えしましょうか。筑豊ブルース、はい、1,2,3。果たせぬまま
今の、何情熱再生、情熱の再生さん、さんからね、情熱再生リクエストいただきました。筑豊ブルースご紹介しました、本当にね、いつもね、たくさんのメール、ファックスね、いただいて、なんとかこうやってですね、一時はね、もうどうなることかと思っておりましたけどもですね、こういう川崎 FM さんのね、いろいろマイクの、まあ、消毒だとか、換気ご配慮でね、でこの熱いアクリル板で ね、ちょっとでも音の聞こえ方が変わって逆になんか新鮮で面白かったですけどね。そう、帰ってくるから自分の音が。ああ、そうかそうか、うん、そういうのも あるかもしれない、うん、でもゲストの方呼んだ時はこのアクリル板で随分助かりましたよね、うん、そうそう、みんな安心するし ね、うん、そうですね、こっちも安心だし、うん、なしでマスクつけたまま待つのもね、うん、だって今考えたらさ、こんな、なしでさ、俺こんなにおらんでたんだよねゲストの、ま、こう目の前でガンガンさ、おらんぶちが叫びまくって、これがあっても聞こえるからね、聞こえるからいや松下さん、これできないとか言ってるけど、やかましすぎて、えやかましい、やっぱり、うん、いやそれはもうこれがなくてもあっても変わんないそうね、前だからあんまり関係ないよね、うん、横でね、うん、横でコーラしにくいでしょ、そうそう、僕はね、もうね、これでもね、ちょっとね、最近落として歌ってるんだけどね、落としてる、うん、落としますか、いやパワーはね、落としてないけど、いやちょっとね、年とともにやっぱり抜いたり引いたりそ抜いたり引いたり同じ押したりもう今年はないね、ライブの告知は今年はもうないね、ライブはない、もうない、ライブ僕は、まあ29日、29日にブルースギターフォーエバー、あー、はい、あー、スカサンド作品、あ、そこは月1かなんかですか、定期的に結構多いですよね、割とそう、ね、ここのとこ毎月やってます ね、なんか知らないけど、で、金沢ライブはないですよね、うん、もうライブはね、二度としませんなんで年明け早々にやるじゃないですか、やります、1月のね、7日はね、これ横浜のサムズアップっていうね、お店でやらせていただきます、はい、これはね、まあ、ライブハウスのブランダ太郎さんの誕生日が82歳の誕生日っていうことね、82歳の誕生日、そんななる、そう、それのお祝いですよね、でもね、60何歳の時出た、69だったっけ、ね、まあその時は南雅人さんのバンドとか、あとキャロルの内海さんのバンドとか、はい、まあ、うん、荒井さんももちろん出るんだけど、荒井武さん、湯川東弁さんとかね、いろいろで、僕は見た目、と僕のバンドっていうことでね、あと王様っていうね、王様で、うん、そういう4組かな、1234組でやらせていただきたいと思います。1月7日ですね、7日ですね、お楽しみいただきたいと思います。それでラジオが8日からですからね、そうですね、8日翌日は菊田俊介さん、ブルース、キングオブザブルースじゃない将軍オブザブルースね将軍オブザブルース、菊田俊介さん、登場第1弾です ね、はい、新春のスペシャルっていうことになりますね、はい、楽しくやりましょうということで、はい、ということでね、はい、松下さん行きましょうよ、東京キッド行く、これで終わっちゃわないよね、うん、これで締めるとちょっとふにゃふにゃになっちゃう、東京キッド行きましょうよ、東京キッド、うん、じゃあちょっとせっかく用意したから行きますか、うん、じゃあちょっとやりますか、これどイントロどう、生きでおしゃれで
テンポ早かったごめん。いやいやいいですよ。ありがとうございます。はい、ということでね、私の歌い納めをしました。ね、としみさんの東京キッドでございましたけどですね、本当に1年間ね、いろいろお世話になってね、なんていうかな、俺すごく逆に励まされた1年だったね。ちょっと体調壊したりも途中でありましたけども、だん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 今いい感じになっておりますし、坂田君はどう、健康はどうだったの？健康は割とまあまあでしたかね。特に風邪もひかず。そうね。今年は風邪ひかないよね。ひかないよ。あいにくだってマスクしてさ、消毒してんだから。なんかインフルエンザも今年全然ないらしいね。そうだね。だから。どういうことよ。うん。まあいい面もあるのかもしれないよね。トータルすれば意外に良かったりしてて。そうかね。風邪ひかないっていうのは良かったな。まあもうちょっとあるから気をつけないといけない。そうだね。まだまだ気を抜かないように ね。油断はしないで。そうですね。気をつけますが。まあ元気に歌ってね、笑ってで乗り越えていきましょうね。はい。このね。はい。コロナの。はい。そうですね。ということで最後はいかがしましょう。不良中年ですかね。不良中年ね。行きましょうか。1,2,3,4 生まれても消えられても俺は負けないぜ抱かれた分だけ強くなれるのさ
今年1年、お世話になりました。 ありがとうございました、ね。今日でね、今年の最後の番組となります、はい。新年はですね、先ほど申しましたが1月8日からですね、はい。将軍オブザブルース菊田俊介さんの登場ということになります、はい。いかがでしたか今年1年。今年1年もね、素敵なゲストに来ていただいて幸せ、ね、幸せでした ね、うん、本当にね、初めてのね、ゲストの方もやっぱりいろんな出会いがね、本当に僕の財産ですからね。本当に楽しかったです、うん。ということでね、ありがとうございました、はい。お相手ははい、桜田たけしと、はい、松下としみ、動画の菊さんも本当に1年間ありがとうございました。お疲れ様でした、ね。お疲れ様でした。また来週はないんですね。皆さん良いお年をお迎えください。はい、失礼します。来年会いましょう。泡が流れてる思い出が流れる辺りを埋め尽くす。